へえ。もう違うな、私の。そういえば、一星さんたちはもうすぐ修学旅行でしたね。はい、京都に行く予定です。去年リアスがお土産に買ってきてくれた京野菜のお漬物がとても美味しかったわね。自分が買ってきます。あら、そういうつもりで行ったわけでは。気を使わなくてもよろしいのよ。で、いま一度カウンターで。面白い、打ち込んでみせろ。私の無限はグレートレッドを意味するの。大きさを笑い、同じ赤い竜のグレートレッドを憂いたって感じかしら。エルシャか。はーい、ドライグ相棒、彼女はエルシャ。撃退の中でも一二を争うほど強かった。そうなのか。あとは言ってもな。おっぱい、どーい、なに、なに、俺の男の邪魔で何やったらぜ。俺は一体何を。急に血を揉みたくなって。大森家が京都に所有する超高級ホテルのはず。なんだこれ、ここが俺の部屋。マジかよ、ここだけ和室じゃん。で、お前らの部屋が。宿泊費用のしわ寄せがこんなところに来たか。じゃ、僕日本のモンスター。ちょっと、私は取らないの。お前を取っても魔除けぐらいにしかならん。魔除けになるならいいじゃない、減るもんじゃないし。いいから取りなさいよ。ほら、ウーレ。やだ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 、絶対やだ。教師として、女として、女子生徒たちの裸を死守します。いくら仲間であってもこれだけは譲れません。俺は女風呂を覗きます。だいたいあなたは煩悩が強すぎます。ちょっと聞いてるんですか。